ロンドンはイギリス海軍の戦艦、ホーミダブル級、ポーツマス交渉で建造、1898年12月8日寄港、1899年9月21日浸水、1902年6月竣工、1902年6月7日収益、1914年8月の第一次世界大戦勃発時はポートランドを基地とする、 海峡艦隊の第五戦艦戦隊に所属。1914年11月14日、ドイツ軍による侵攻に備え、第五戦艦戦隊はシアネスへ移動した。同年12月30日、戦隊はポートランドに戻る。1915年3月19日、ダーダネルス作戦参加のためロンドンは、ダーダネルス海峡へ移された。 ロンドンは1915年3月23日にレムノス島でイギリスのダーダネルス戦隊に加わり1915年4月25日にカバテペとアンザック工部への上陸を援護した。イタリアがオーストリア・ハンガリー帝国に宣戦線復刻するとアドリア海のイタリア海軍への増援として編成された第二派遣戦隊に戦艦インプラカブル・クイーン プリンス・オブ・ウェールズと共に配属された。ロンドンはイタリアのターラントを基地とした。1915年10月にはジブラルタルで修理を行った。1916年10月、ロンドンはイギリスに戻り、上院を対戦官邸に配属するためでボンポート交渉で退役した。1918年2月、ロンドンはロスサイスへ移り、キライ不施艦への改装が開始された。 改装は1918年4月に完了し、1918年5月18日にロスサイスで最終駅してグランドフリートの第一機雷付設戦隊に所属した。1918年11月11日の戦争終結までにロンドンは北海機雷関に2640個の機雷を付設した。1919年1月に予備役となり、 1920年6月4日にスクラップとして売却された。別の会社に転売された後、さらにドイツの会社に転売され、1922年4月に栄光されてドイツへ向かった。ありがとうございます。